それではタックル編最後のドリルになります。最後はゲイタータックルというものを説明します。このゲイターを使うときはスイープだったりとかアウトサイドゾーンだったりとかクォーターバックのスクランブルの時に使うことが多いです。ポイントとしては今アジールこの赤いダミーがありますけども、このダミーを相手キャリアだったと思ってタックルをします。例えばこの場合相手選手が今自分から見て左オープンをまくろうとしています。このまままっすぐ走っていっても間に合わないでまくられてしまうので、しっかり角度を横目に修正しながらパシュートしていきます。この角度ですね。で最後タックルするときはこのキャリアの足ですね、膝から下の位置をターゲットにしてパックします。でただパックしていては振りほどかれてしまうので、バックをして回ります。